キュッ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 。はい、こんな感じで出来上がりました。オーブントースターで焼いてきます。今日紹介するのはこちら、ダイソー100均で買ったプラ版のキットです。じゃーん、こんな感じでオリジナルのアクセサリー、キーホルダーとかが作れます。こんな感じでキーホルダーも付いてます。ちょっと準備するものは、じゃん、油性ペン、ハサミ、パンチ、アルミホイル、そして箸です。まずプラ板に絵を描いて、ハサミやカッターで切ります。穴を開けるときはここでパンチで穴を開けます。そしてアルミホイルをくしゃくしゃにシワシワにして、プラ板を乗せてオーブントースターで焼きます。そして反り返って、冷めないうちに平らなもので押さえて反りを直します。はい、では早速やっていきたいと思います。ちょっと開けていきます。はい、じゃん、こんな感じで、そう、透明な板がいっぱい入ってます。これ今は柔らかい状態ですが、これがなんとトースターで焼くとカチカチになりますね。そう、そしてキーホルダーも、はい、ついてます。ではこの透明な板にまず絵を描いていきたいと思います。これは簡単にできるように、今回ポケモンふりかけ、じゃん、の中からミミッキュを選んでみました。ミミッキュの上に板を乗せてなぞれば簡単に絵が描けると思います。ちょっとやってみます。こんな感じになぞっていきます。こうなぞっていきます。で、口を描いていきます。目もぐる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 。そしたら今度はオレンジを使ってほっぺを描いていきます。ほっぺをキュ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 。こんな感じ、出来上がり見ていきます。じゅん、お、なかなかいいんじゃないですか。でも白いんですけどね。白いんですけど、こんな感じです。なぞれました。色を塗っていきたいと思います。ピカチュウの以上にもこれ使おうか、黄色。よし、体を塗っていきます。なんかきっちり塗らなくても可愛い感じにできそうなので、こんな感じで塗っていきます。はい、できました。そして尻尾などをちょっと黒で塗っていきたいと思います。耳、あと尻尾で、はい、こんな感じで出来上がりました。せっかくなのでモンスターボールもなぞりたいと思います。こんな感じでミミッキュとモンスターボールが描けました、では形切り取っていきたいと思います。硬い、意外と硬い、意外と硬い。こんな感じで切るときは気をつけて切ってください。こんな感じで、じゃん、こんな感じで切れました。したら、キーホルダーを通す穴を開けたいと思います。こんな感じで耳の横に穴を開けました。では早速焼いていきたいと思います。まずアルミホイルを少し出します。そしてくしゃくしゃにしますね。そしてシワシワにしたところに裏返して、ミミッキュのプラ板を乗せて、この状態でオーブントースターで焼いてきます。ちっちゃく縮みました。早速ちょっと自転で挟んでいきたいと思います。前の間に挟んで、ちょっと重しをして反り返りを直したいと思います。ちょっと開けてみますか。いい感じにできてきましたね。暑い、暑そう。もうちょっと冷ましてからの方が良さそうですね。ちょっともう一回閉じます。よし、こんな感じで出来上がりました。じゃーん、こんなに縮みます。そして硬い、穴もギリギリできてるかな、これ。あ、できてますね。ギリギリ、端っこがちょっとギリギリですが、ミミッキュ完成しました。ちょっとキーホルダーつけてみます。こんな感じでキーホルダーつけれました。じゃーん、よーん、こんな感じで、ちょっと予想よりもかなり縮みましたが、無事完成です。はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。それじゃあこの辺で、またね、バイバイ。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。